アイテム番号 SCP-289。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル。現在、SCP-289 はサイト17において博士の管理下にあり、5m×5m×5m のコンクリート製の部屋の中心に正確に存在する 10cm×10cm の台地用で静止しています。これは2台のマウントカメラによって常時監視されるべきであり、もし検討が必要であるとみなされた場合、配信動画は記録とアーカイブ化がなされます。SCP-289 は、30日おきに不必要な感染の蓄積を避けるため、サイト17の向こう側に存在する同一の住宅施設の方へ再配置されることになっています。このプロジェクト専属の2人のレベル3監督官による事前許可がない限り、職員は SCP-289 の半径 1.6m よりも近くに接近してはなりません。また SCP-289 に接するいかなる職員も、SCP-289 に関連するすべての認可された文書を読み、その能力とそれに関係する制限時間を十分に理解しておくべきです。説明。SCP-289 はいびつな形状の赤鉄鋼塊、Fe2O3、で、分析ではアルミニウム、リン、データ抹消、および微量の水を含むという結果が出ています。SCP-289 は、時間とともに半径 1.6m 圏内のオブジェクトに対して慣性の作用を強化するというユニークな特性を持ちます。一定の速度を維持するオブジェクトを停止させることは非常に困難となるでしょう。同様に、静止したオブジェクトを動かすこともより困難になるでしょう。最良推定値によると、SCP-289 のすぐ近くではオブジェクトの慣性が160秒前に 17% 増加し、また SCP-289 の活動半径から離れた後は少しずつゆっくりと時間をかけて基準レベルまで慣性が低減します。SCP-289 は、カナダ、アルバータ州エドモントンで1983年に発生した一連の奇妙な交通事故の後に回収されました。1983小型車がスピードを抑えきれず、最終的には肉屋の壁に衝突して停止するまでの17分間、市内を走り抜けました。車両内部に位置するすべてのオブジェクトは、いずれもフロントガラスを突き抜けたか、車の前方まで強制的に圧縮された可能性があります。正体不明のままドライバーは現場で死亡したと発表され、最終的にはいくつかの困難を伴って救急車に積み込まれました。ドライバーは最初に緩い回転とブレーキを報告し、全く曲がることも止まることもできずに前方に引っ張られるような感覚が続き、病院に行く途中で救急車は前述の車と同様の運命をたどりました。救急車はノースサスカチュワン川に突入した後、停止しました。運転手が車両から脱出し、自分自身が川の対岸と周囲の森に推定 30km 毎時で突き動かされていることに気づきました。彼はほぼ45分間木に押し付けられ続け、地面に落ちる前に彼の感性は安定しました。SCP エージェントは、救急車の内容物を取り戻すために1週間以内で到着し、SCP-289 を騒動のもとであると確認することができました。SCP-289 は、最終的に車両による慣性の蓄積を避けるため、ヘリコプターの下に取り付けられた長いロープの端下に取り付けられてサイト、17に空輸されました。ほい適切な権限を持つ者が SCP-289 の特性または相互作用を研究する場合、完全な安全手順である文書、289-1を参照しなければなりません。文書、289-1テスト安全手順。SCP-289 の行動半径は、ちょうど 1.6m です。いかなる場合でも、決してこの半径の内側に複数の人間が存在してはいけません。SCP-289 に対する人間の干渉が必ずしも危険であるというわけではありませんが、厳重な時間制限が命ぜられます。財団の担当者は、90秒以上活動範囲の内側にいてはなりません。暴露している間に、担当者は慣性の蓄積を避けるため、できるだけ頻繁に彼らの速度、加速度、位置を変更することを推奨します。SCP-289 の動作フィールドの対象となるオブジェクトは、自動化された手段によってフィールドに接触させるのが理想的です。
長い携帯操作デバイスは許容され、制限時間違反がない限り、特に繊細なオブジェクトや精密な調整のために人間の干渉は許可されています。800秒以上の間、SCP-289 の動作フィールド内に取り残された静止オブジェクトの取得はほぼ不可能です。同様の時間、動作フィールドの中で一定の速度を維持したオブジェクトは、減速または停止することはほとんど不可能です。このような域地時間に達する前に、すべての実験を終了させなければなりません。オブジェクトが取り返しのつかない状況になった場合、研究者は博士に申請し、SCP-289 が毎月の移動プロトコルにより新しい格納容器に再配置され、申請されたオブジェクトはその完成が通常レベルに戻った後に変換されます。保持エリア α から保持エリア β への SCP-289 の再配置は、30日おきに実行されることになっています。この手順の間、121の廊下は完全に廃棄され、隣接するすべてのドアはセキュリティレベル3のロックがかけられることになっています。SCP-289 は、保持プラットフォームから取り出され、隣接する貯蔵エリアに存在するゴム玉のうち1つの内部に配置されるべきです。弾は移動期間中安定したままにする必要があり、0.5km 毎時以下の速度で向こう側の保持エリアに向かって廊下に転がすことになっています。弾の停止後には SCP-289 を取り出し、新たな保持プラットフォームに配置されます。